東芝が2015年3月期の決算発表を378億円の赤字に。 東芝は今日不正会計問題を受け2009年3月期から2014年4月から12月期の連結決算の訂正を発表しました不正会計に伴う利益のかす上げなどを是正した結果累計の下方修正額は税引き前損益で2248億円純損益で1552億円となりました訂正額は8月18日に公表した概算からさらに118億円増えております で、えー、発表2度にわたって延期していた2015年3月期の連結決算も合わせて公表しまして不正発覚前に1200億円の黒字を見込んでいたジェンソン益は378億2500万円の赤字に転落しておりますで、えー、16年3月期の業績予想については不正会計の影響を見極める必要があるとして公表を見送っておりますそうですね。ええ、あの、俺も株やってるけどね。 あのこのこの無茶苦茶な数字に基づいて、はい、取引をしている株主や投資家がいっぱいいるわけですよ。はいうん、ね、はい、監査法人って何やってんのかと。うん、それから今回あのメスが入ることになったけれどもあの要するに、えー、取引所の,その監視システムもどうなっているのかと。うん、だってこれ 2009年3月期から14年までの連結決算の訂正,訂正でしょええ過去5年<な>6年にわたってた何年嘘言ってんのかと、ええ、で2248億円とかって言うと普通の会社ゃったらもうとっくに飛んでるよねあ<ー>こんなものがあの堂々と株式市場で「そうですか」って言われて その上で取引がされてるっていうことはこれは日本の市場に対する国際投資家の信頼そのものを損なうよねうん、うん、もっとだからこういう記事もそういうこと言わなきゃダメだうん何したのかとあの東芝だけが責任を取る、はい、べきではなくて、えー、それをあの監査してたところもうんいや見逃していたそれからあの市場の関係者も全部これは責任を、はい 取るべきじゃないですかねうん、うん、こんなところであの本当にあの株の売り買いなんかできませんよこんなことやられたら、うん、東芝がたまたま出たけども他にどんだけあんだって話ですよね。はい、あ同じようなこと,やっ,なことをやってるところが。うん、はい